ユンダムちゃんは FA のチームです。これからは新しいハイブリッドバックアップシンク3、略して HBS3 を紹介いたします。このバージョンの HBS3 は今までのバージョンの最大の機械は重複排除の機能が新しい追加されてました。重複排除は、こちらのバックアップジョブから、最初の例えばこの辺で、キュンタムジャパンのシーンです。これからは新しいバックアップアプリケーション HBS3 を紹介いたします。今までのバージョンは重複解除の機能がないですので、毎回は全てのデータをバックアップしないといけないですので結構時間かかります。今の最新バージョンから重複解除の機能を投入いたしました。こちらのバックアップジョブのレポートから確認できます。最初のデータ量は全部 46.47GB あります。重複排除機能を使って実際バックアップしているデータ量はこちらになります。 4.83GB、 これだけです。で、このバージョンをバックアップしたデータは弊社の専用の QDFL フォーマットになります。このフォーマットは通常のパソコンでは直接アクセスできないですけど、 Windows、Mac、あるいは Ubuntu で専用の Xbox ツールをダウンロードしたら回答できます。このような画面になります。普通の回答ソフトウェアと同じフォルダあるいはファイルを選択したら皆さんに回答できます。あとこの場所の HBS3 は20個以上のクラウドバックアップストレージをサポートしております。今までのバージョンは、バックアップあるいはシンク単方面だけサポートしているんですけど、このバージョンからバックアップとシンク両方ともサポートできます。